10月に党大会、第19回党大会ありまして、5年に1回なんですけど、それで新しいチャイナセブンが決まりました。今日はそのチャイナセブン、特に習近平さんと李克強さんは変わっていないので、よかったね。当然だとは思いますが、李克強って体悪いとかなんかあなた書いてなかったっけ？いや、あまり良くないようです。その上でそれ以外の5人のお話なんかもしようと思ってます。まずはこの見てください。習近平、李克強、栗戦書、王洋、王光寧、張学才、韓正ね。これほら下馬評で、はい、古春華、あとチンビンジ、はい、それとチンビンジがね、入る入るって言ってテレビでもこの党大会の中でこう大きくズームしたりさ、はい、してたけど入んなかった、ね、入りませんでした。みんな入るって言ってただ一人、はい、ね、誰と言っていいか。川添恵子だけがね、これは、ウイルの10月号だ、2ヶ月前だね。はい、これ古春華入らないって書いてあるんだね。チンビン氏も入らないかもしれない、ね、李克強と一緒には入らんっていう書き方だったけど、いや、そういう書き方ではないんですけど、そうですね、李克強と張学才と古春華、この3人北京大学卒なんですけど、いずれにしてもこの3人が一度に入ることは私の中ではないと思っていて、で非常に、あと古春華さんは習近平のライバルだというふうに多くの方おっしゃってたけど、ライバルというよりも全然格が違います。やっぱり習近平はもう軍も相当抑えつつありますし、その全今ほら言われてみると背もちょっとちっちゃいじゃん。そうですね。古春華さんは170ぐらいかなっていう感じですね、うん、で結局チャイナセブンは今回も髪の毛はふさふさ で身長も175から、シークレットスーツ、シューズ履いてるかもしれないけど、175ぐらいから185以上までですね、うん、それで栗戦書さん、ナンバー3の栗戦書さんが一番背が高いんですが、私はこのナンバー3の栗戦書さんが非常にキーパーソンだと思っています。まずこの政権をどういう政権かというと、チーム習さんのための政権でもあり、習近平のその上でロシアを一番大切にする重視する政権だということがこの7人の夫人で出ています。なぜかと言いますと、3番目の栗戦書さんは大事にするってロシアと戦って勝てるっていうこと？いや、そうじゃないです。ロシアとの関係を最も重視していて、自分で手を握ろう、それでそのためのずっと準備をしてきたのが栗戦書さんなんです。で、私は実は王洋さんが3位で栗戦書さんは4位ではないかと思っていたんですが、王洋さんはアメリカとおそらく日本に対してもカウンターパートです。で、栗戦書さんは2014年あたりからプーチンさんとの関係をもう作ってきたんですが、それは習近平プーチンのホットラインなんです。要するにそれをね、中国とロシアっていう言い方をする方がいるとすれば、それは間違いで、なぜかというと前政権の時はみんなプーチンモードを従っていて、江沢民派の3人は、個別にプーチンさんに会ってます。で、それと同時に日程をそのトップ同士 の会う首脳会談とかをする時の日程は、外務省の王毅さんじゃなくて王毅さん、王毅さんが決めるんですね。で、王毅さんが大体段取りをするんです。王毅ね、そう、王毅さんじゃないほど王毅です。そう、継承なんかつけなくていい、あいつ。で、王毅外務大臣が本当だったらプーチンに会いに行ったり、その周辺に会って日程を決めるんですが、習近平とのことは栗戦書がやってたんです。ですから非常に彼はまずロシアとの関係が深い、その人が3番に上がっていったということは非常にロシアを重視した政権であるということはまず私は見ています。それでですね、あとは王光寧さん、5番目の王光寧さんは、三代に仕えたと言われている人で、要するに江沢民に仕え、胡錦涛に仕え、そして習近平の前の5年間も仕えている人です。要するに非常につなぎをやってきたんですよね。結局王朝が変わるといろんなことも変わる中で、それと同時に、王光寧さんはフランス語と英語が相当できるというふうに見ています。復旦大学の国際政治学科かな、そちらの方を卒業されだいぶ前の話ですけど、で、教授をやられていた後に、江沢民派の総慶光さんに呼ばれて、入ってきた、シンクタンクとして入ってきた人間です。で、3代にずっと仕えていると。で、この王光寧さんは非常に謎の人物の部分がありまして、これは私が謎だと思ってるんですけど、まず3回結婚してます。
で1回目の結婚は国家安全部の部長の娘さんだったというふうに私は認識しています。で2回目の結婚は自分が教授をやっていた時に生徒だった若い女性と結婚するんですが、その女性は日本で捕まりそうになります。東大に留学をしていました。でその後急にまあ戻ったわけですが、そのことがあったからか離婚してます。スパイかなかかな、うん、それで3回目の結婚はまだシークレットなんですが、相当な人と結婚をしているというふうに私は見ています。ですからその部分がちょっと謎。その上で大子姉さん自身は結局は情報機関といいますか、世界のことを外交通というのは情報機関のようなもんなんです。でそういった役目であろうと。そして6番目の次、張学才さんで、この方はですね、今度あの大木山の後を継ぐ中央規律検査院の書記になると言われているわけですが、張学才さんと習近平さんは親の時代といいますか、習近平のお父さんと張学才のおじいちゃんの兄弟が非常に近い関係でした。で昔からつながっている関係です。だからそれでしかも要するに西安事変の時、要するに蒋介石を捕まえた一派に張学才のおじいさんの兄弟、おそらく弟だと思うんですけど、関わってたと言われていて、張学両派にいたってこと。そうですね、分かんないです、うん、一応そういう記事が今あの中国の一部から出ています。それでしかもあの陝西省にあの張学才さんが行った時には、あの習近平さんのファミリーって陝西省出身なので、お父さんのお墓とかあるんですね、居住区とか、うん、その居住区とお墓を巨大にきれいに整備し直して、この男か、はい、なんか巨大にごますって、そのすごい、うん、その毛沢東の天安門の方にある記念堂に続くようなものすごく大きいものを作ったのがこの張学才です。ですから、うん、ある意味で言ったらごますりでもあるけど、でもお父さんの時代から習近平のお父さんと張学才のおじいさんの兄弟とはつながっていたと一応言われています。あれだとほら基本的に毛沢東の時代はさ、もう墓やめろってなんてかなんかね、はい、であの人の死骸はさ、あのいい肥料になるとほら畑なんか埋めさせたじゃない、はい、だからで今も小規模にお墓復活してるけど、あの日本のお墓よりちっちゃいぐらいのが並んでるよね、はい、あれそれでそんな時代にこれやってんだ。いや、あの作ったのは2000年以降です、うん、それを作ったのはね、だから巨大なものを作っていいんだ、まあ今はそうですね、だから記念館みたいにして、八方さんって言ったっけ、あの幹部だけはお墓作っていいって言って、はい、あったよね、はい、北京の近くに。でもう今は各地に作っていいんだ。まあたまたま習近平のお父さんのものは作られてますね、うん、それ を,、うん、を中心にやったのが張学才だと言われてます。で7番目の感性、この方はまだね非常に微妙なところあるんですが、そもそもは江沢民派です。そしてとても若い最年少で上海市長もやっています、うん、上海だね、はい、でずっと、まあ、江沢民派と言われてきたんですが、去年あたりから非常に習近平と近づいています。で習近平は上海を掌握して言ってるんじゃないかとずっとあるメディアでも書かれていたりもしていて、私はそういうふうには思っているんですが、いずれにしても感性さんはそういった流れの中で上がってくるだろうと。要するに江沢民派にずっとくっついていたけど習近平側に忠誠を誓った人間ではないかと一応見ています、まあ、いずれにしてもそういう布陣で、まあ、別にあの全部が習近平派というわけではなく、あのそれぞれあと大陽さんについても談派ですよね、そもそもは。で談派であるわけですが、もう一つ見ていただきたいのがこちら、こちらです。これは4月の6、7とアメリカに来ました。この方たちが今上に上がっていってます。習近平の周辺を見て大子姉さん立選書上がってますね。で、まあ、大木さんはもう終わりましたけど、で昇山とか定接書、この辺定接書も上がってきてます。次のランクに上がってきてます。それから一番上の龍角、これはテーブルに並んだ順ってことね。そうです、うん、それで私この時にもどっかでこちらの番組のお話したと思いますけれども、結局ですね、王陽さんの前はティラーソンさんです。ですから非常に出世するだろうっていうのをここを見た時に思ってたんですね。で、まあ、王子姉さんの前はムニューチンさんがいるわけですが、で劉鶴さんという方に関して言えば、劉鶴さんは、まあ、習近平の子供の頃からの、まあ、一緒に遊んでたような中で、まあ、ハーバードに行ったりしてるんですけれども、基本的には中国とアメリカの、まあ
数字合わせって私は言うんですけど、あの経済担当です、財政の担当ですっていう方たちが上がってきてると。で、まあ、あと過律法さんとかも上がってきていますし、で唯一人民解放軍総参謀長だった方法紀さん、この方は失脚をしました、この前ね、はい、で私自身は、まあ、この方はね、そもそもは胡錦涛の時代に上がってきてるんです、前政権で。で胡錦涛派って言われてるんですけど、私の見立てでは胡錦涛さんの時代、胡錦涛さんほとんど人事権なかったんです、軍に。ですから私は江沢民派の人間だというふうに見ていて、まあ、いずれにしましてもアメリカに行ってきて、もしかしたらいろんな情報を漏らした可能性があるんですね。だからいろんな意味で失脚したのかなというふうに思っていると。そして一番重要なのは、その第19代党大会をやる前にこのようになっています。これシジャージュンっていうんですけど、衆参たちの軍っていうことになっているんですが、この軍区は今戦区になりましたが、その軍区戦区の話ではなく軍の種類ですね、陸軍、海軍、空軍、ロケット軍、そして戦略支援部隊の司令官は旧南京軍区の出身者です。今は南京軍区は東部戦区と言います。これは何を意味するか、この南京軍区がしていることはミッションはご存知ですか。いや、そう、付き合いがないんで、もう南京軍区 の場所からすぐあるところは、パッと行くところは台湾です、尖閣諸島です。要するに台湾にどうやって武力侵攻するか、台湾をどうやって工作活動するか、そういったことをシミュレーションしてきた軍が南京軍区で、習近平はここをずっと抑えていたんです。そもそもその人たちが要するに陸軍、海軍、空軍、ロケット軍、戦略支援部隊の司令官に上がってきました。これは何かといえば、台湾を取りに行く布陣になったと。いよいよやるちの、はい、それからもちろん尖閣、うん、沖縄、全てにおいて彼らの一番重要な場所というか、ミッションというのは台湾に向かっています。これが私にとっては非常に今後危惧するところだというふうに、まあ、思っているわけです。で彼らは大したもんなの、へなちょこかもしれないけれども、ミッションとしての南京軍区はそういったところでした。ですからやっぱりそれなりの功績を上げていくとなれば、武力侵攻かどうか別としていろんな方法であり得ると。で私自身はちょっと非常に危惧しているのは、反国家分裂法というのを中国は国内法で胡錦涛の時代に作りました。これは反国家分裂法というのは、例えば台湾が独立したいって言ったら、中国にとっては反国家分裂法になるんです。で台湾が独立したいっていうふうにわーわー言ったら、武力侵攻してそれを収めてもいいというのを勝手に作ったわけですが、台湾には今非常に工作員が大量に入っています。でその人たちは中国側の工作員として、人民解放軍の人たちがいっぱい入っているとして、その人たちがあえて火をつけるわけです。台湾独立したい、でわーっとひまわり学生運動の裏側のとんでもないバージョンとして、わーっと台湾がぐちゃぐちゃになったと。そこにわーっと武力侵攻をする。もちろんその時にはアメリカは台湾とは台湾関係法があるので、アメリカはもちろんそれなりのアクションを起こすと思いますが、いずれにしてもそういったことをやる可能性は十分あるというふうに思っているわけです。ですから、まあ、今北朝鮮の問題ずっと出ていますけど、北朝鮮の次っていうのが台湾ではないかということを、まあ、とても私は恐れていると。でそれはもちろん日本にもとても関係があることですし、尖閣の問題もそうですし、台湾を取られてしまったら日本にとっては本当に、まあ、敵がすぐそばにいる状況になるし、大好きな台湾に日本が行けないような状況になってしまう可能性もあると。それをまあ非常に危惧しているという状況です。それ、まあ、まず例えばさっきもね、序列を、はい、決めるのにそのアメリカを訪れてそのトランプと会った時の序列にこれ示してるってことは、言い換えればやっぱりアメリカというのは一つのね存在として、やっぱり中国はそれに従うのか習うのか知らんけど、それでまあちょっとへりくだった姿勢を見せてるわけじゃない、そこで。だからそんなにもう勝手をやる気はね、っていうかもうそれこそ北朝鮮みたいに、俺の勝手にやるんだと、台湾もやるんだ、ね、あるいは南沙もやったけど、それから尖閣もやるんだって、そういう強欲な面をね、これから出していくっていうのは、
彼らにとってその国際評価ってどんどん落ちるだけでしかないしさ、それやるかね。台湾については確信ですよね。要するに絶対中国のものにするというのがミッションですよね。尖閣だって革新的領土だって嘘っぱついてんじゃない、うん、もちろんそうです。2000年前から、まあ、もちろんそうですけれども、うん、台湾は人が住んでるわけですよね。でその上でこれは内戦というか内紛であっても、もともと中国のものだと中国側は言ってるわけですね。それは我々認めて、私は認めてないですけど、いやみんな認めて、NASA だ、 NASA だって国際法廷が違うよって言ってるのにさ、そういうご利用しをね、この集大成なんてまだ続けていくという、その夫人はそういう意向なの。そうです。それでこの、ね、宗教の軍隊というのは、4月にあの米中会談した時に私が非常にこのことでも強調したのは、中国側から行った人間というのは次の新しい夫人になる人たちであることと、この中で北朝鮮問題を処理できる人がいないということなんです。うん、ですから私は、うん、要するにアメリカに命乞いに行ったと。要するに金正恩のミサイルや核兵器が自分の頭上に飛んでくるの嫌だと、中南海そういうところで の、まあ、あの命乞いに行ったということを言ったわけです。で今だからやっとさ、なんかアメリカがやるんだったら中国は地上からやる、その一緒に協力するみたいな話出て、今から半年前までそんな話したらバカ言ってんじゃないよって逆に言われたよ本当にね。まあそうですね、うん、だからじゃあ本当にね、アメリカと協力体制でやるかって非常に微妙なところで、まあ、あのやっぱりバカし合いだと思うんですよ。でアメリカは中国にやってもらいたいし、中国はアメリカにやってもらいたいし、ロシアはあの戦争したらどうかしらと思ってるし、だけどキム・ジョンウンのことはカードとして持ってたいし、で習近平はキム・ハルソン、要するにキム・ジョン・マサオの亡くなった息子を、うん、あの傀儡政権でつけたいしっていうような、もちろんそれはあのトランプさん側も一緒だと思うんですけど、それみんなそれぞれの思惑があるわけですよね。そう、思惑は勝手でいいのよ。そ、例えばロシアだってもう経自利品経済じゃない、もう何の明るさもない国じゃん。で中国だって表側ともかくとして、やっぱりまあ、 あの川添さんはそうじゃない、結構あそこは強いんだって言うけど、それにしてもやっぱりあのよほど難しい内政っていうかね、その人民を抑えつけるっていう前提のもとでじゃないと、あの強さって発揮できないんだから、あのなんていうの、逆もうだからむしろあの安倍政権なんか本当この機会を利用してね、やれるものが大きいと思うんだけど、もう全然でも力の差が激しいと思います。で、うん、そもそも習近平の新時代の、うん、新時代ということでね、うん、まあ、習近平新時代の特色ある社会主義が船出するってことになってるわけですけど、まあ、習近平新時代っていうことをもう一つの言葉で言うと脱江沢民の時代で、特色ある社会主義というのを違う言葉で言うと縁故資本主義体制です。要するに共産党のネポティズムってこと、はい、それであの要するにもう共産党の幹部たちで、まあ、いろんな経済といいますか利権を握っていく、それが彼らの社会主義ですよ。だからその体制でいうとお金と権力と情報は全部集中できるんです。それが強いんです。要するに中国があのアンチモデルにしているのは日本ですから、全てのものを平等にしようとしている。だから日本の方がよっぽど社会主義になりそうな状況で、中国というのは特権階級はますます特権階級に行くというのが社会主義の特色ある社会主義なんですね。でまあ、あのまあ、そういったところで言いますと、まあ、とにかくあのチャイナセムの7人を見るだけではなくて、軍、結局中国も実はこあの言わなくても戦軍政治なんです。北朝鮮の戦軍選手、ね、政治と仲良かったように。ですからそういったところで言えば、非常に台湾をどうするかってことを考えている恐ろしい軍の布陣になっているということを、あのやっぱり見ていかなきゃいけないんではないかと。恐ろしいね。恐ろしいですよ、うん、だから日本は一言ではないというふうに思っています。ということで以上後半のトークでした。やっぱりもう日本は平時ではなくて有事です ね、 いやね、その台湾が危ないとか、もうすでに南沙もあんな状態になって、はい、北朝鮮は、まあ、ミサイル飛ばす、ね、そのいう時によ、あの今国会では野党とそれから与党がね、その2割8割質問時間なんてやってて、で8割やっても無理かけしか出さないじゃない、うん、やっぱりこういう
まあ、川添さんが言ったような危機っていうものをやっぱり真剣に考えてほしいね。そうです。だからね、私も憲法改正よりもとにかく軍事拡大まずねまずそれで準備しないとダメだっていうふうに思ってますいいことだ。はい、寒くなりましたがお風邪をひきませんように。効果どうか別としていろんな方法であり得ると。で、私自身はちょっと非常に危惧しているのは反国家分裂法というのを中国は国内法で胡錦涛の時代に作りました。これは反国家分裂法というのは、例えば台湾が独立したいって言ったら中国にとっては反国家分裂法になるんです。で、台湾が独立したいっていうふうにわーわー言ったら武力侵攻してそれを収めてもいいというのを勝手に作ったわけですが、台湾には今非常に工作員が大量に入っています。で、その人たちは中国側の工作員として人民解放軍の人たちがいっぱい入っているとして、その人たちがあえて火をつけるわけです。台湾独立したい、でわーっとひまわり学生運動の裏側のとんでもないバージョンとしてわーっと台湾がぐちゃぐちゃになったと。そこにわーっと武力侵攻をする。もちろんその時にはアメリカは台湾とは台湾関係法があるので、アメリカはもちろんそれなりのアクションを起こすと思いますが、いずれにしてもそういったことをやる可能性は十分あるというふうに思っているわけです。ですから、まあ、今北朝鮮の問題ずっと出ていますけど、北朝鮮の次っていうのが台湾ではないかということを、まあ、とても私は恐れていると。で、それはもちろん日本にもとても関係があることですし、尖閣の問題もそうですし、台湾を捉えてしまったら日本にとっては本当に、まあ、敵がすぐそばにいる状況になるし、大好きな台湾に日本が行けないような状況になってしまう可能性もあると。それをまあ非常に危惧しているという状況です。それ、まあ、まず例えばさっきもね、序列を、はい、決めるのにそのアメリカを訪れてそのトランプと会った時の序列にこれ示してるってことは、言い換えればやっぱりアメリカというのは一つのね存在として、やっぱり中国はそれに従うのか習うのか知らんけど、それでまあちょっとへりくだった姿勢を見せてるわけじゃない。そこでだからそんなにもう勝手をやる気はねっていうか、もうそれこそ北朝鮮みたいに、俺の勝手にやるんだと、台湾もやるんだ、ね、あるいは南沙もやったけど、それから尖閣もやるんだって、そういう強欲な面をね、これから出していくっていうのは、彼らにとってその国際評価ってどんどん落ちるだけでしかないしさ、それやるかね。台湾については確信ですよね。要するに絶対中国のものにするというのがミッションですよね。尖閣だって革新的領土だって嘘ばっついてんじゃない、うん、もちろんそうです。1000年前から、まあ、もちろんそうですけれども、うん、台湾は人が住んでるわけですよね。で、その上でこれは内戦というか内紛であって、もともと中国のものだと中国側は言ってるわけですね。それは我々は認めて、私は認めてないですけど、いや、みんな認めて、共産はアメリカとおそらく日本に対してもカウンターパートです。で、李政書さんは2014年あたりからプーチンさんとの関係をもう作ってきたんですが、それは習近平プーチンのホットラインなんです。要するにそれをね、中国とロシアっていう言い方をする方がいるとすればそれは間違いで、なぜかというと前政権の時はみんなプーチンモードを従っていて、江沢民派の3人は、まあ、個別にプーチンさんに会ってます。で、それと同時に日程をそのトップ同士 の会う首脳会談とかをする時の日程は外務省の王毅さんじゃなくて王毅さん、王毅さんが決めるんですね。で、王毅さんが大体段取りをするんです。王毅ね、そう、王毅さんじゃないほど王毅です。そう、継承なんかつけなくていい、はい、あいつで、王毅外務大臣が本当だったらプーチンに会いに行ったり、その周辺に会って日程を決めるんですが、習近平とのことは栗戦書がやってたんです。ですから非常に彼はまずロシアとの関係が深い、その人が3番に上がっていったということは非常にロシアを重視した政権であるということはまず私は見ています。それでですね、あとは大根根さん、5番目の大根根さんは、まあ、3代に仕えたと言われている人で、要するに江沢民に仕え、胡錦涛に仕え、そして
習近平の前の5年間も使えている人です。要するに非常につなぎをやってきたんですよね。結局王朝が変わるといろんなことも変わる中で、それと同時に、まあ、オコネンさんはフランス語と英語が相当できるというふうに見ています。復旦大学の国際政治学科かな、そちらの方を卒業されだいぶ前の話ですけど、で、まあ、教授をやられていた後に、まあ、あの江沢民派の総慶功さんに呼ばれて、まあ、あの入ってきたシンクタンクとして入ってきた人間です。で、まあ、3代にずっと仕えていると。でこの大コネさんは非常に謎の人物の部分がありまして、これはまあ私が謎だと思ってるんですけど、まず3回結婚してます。で1回目の結婚は国家安全部の部長の娘さんだったというふうに私は認識しています。で2回目の結婚は自分が教授をやっていた時に生徒だった若い女性と結婚するんですが、その女性は日本で捕まりそうになります。東大に留学をしていました。でその後急にまあ戻ったわけですが、そのことがあったからか離婚してます。スパイかなかかな、うん、それで3回目の結婚はまだシークレットなんですが、相当な人と結婚をしているというふうに私は見ています。ですからその部分がちょっと謎。その上で大子姉さん自身は結局は情報機関といいますか、世界のことを外交通というのは情報機関のようなもんなんです。でそういった役目であろうと。そして6番目の次、張学才さんで、この方はですね、今度あの大木山の後を継ぐ中央規律検査院の書記になると言われているわけですが、張学才さんと習近平自身は、まあ、この方はね、そもそもは胡錦涛の時代に上がってきてるんです、前政権で。で胡錦涛派って言われてるんですけど、私の見立てでは胡錦涛さんの時代、胡錦涛さんほとんど人事権なかったんです、軍に。ですから私は江沢民派の人間だというふうに見ていて、まあ、いずれにしましてもアメリカに行ってきて、もしかしたらいろんな情報を漏らした可能性があるんですね。だからいろんな意味で失脚したのかなというふうに思ってると。そして一番重要なのは、その第19代党大会をやる前にこのようになっています。これシジャージュンっていうんですけど、衆参たちの軍っていうことになってるんですが、この軍区は今戦区になりましたが、その軍区戦区の話ではなく軍の種類ですね、陸軍、海軍、空軍、ロケット軍、そして戦略支援部隊の司令官は旧南京軍区の出身者です。今は南京軍区は東部戦区と言います。これは何を意味するか、この南京軍区がしていることはミッションはご存知ですか。いや、そう付き合いがないんで、もう南京軍区 の場所からすぐあるところは、パッと行くところは台湾です、尖閣諸島です。要するに台湾にどうやって武力侵攻するか、台湾をどうやって工作活動するか、そういったことをシミュレーションしてきた軍が南京軍区で、習近平はここをずっと抑えていたんです。そもそもその人たちが要するに陸軍、海軍、空軍、ロケット軍、戦略支援部隊の司令官に上がってきました。これは何かといえば台湾を取りに行く布陣になったと。いよいよやるちの、はい、それからもちろん尖閣、うんうん、沖縄、全てにおいて彼らの一番重要な場所というがミッションというのは台湾に向かっています。これが私にとっては非常に今後危惧するところだというふうに、まあ、思っているわけです。で彼らは大したもんなの、ヘナチョコかもしれないけれども、うん、ミッションとしての南京軍区はそういったところでした。ですからやっぱりそれなりの功績を上げていくとなれば、武力侵攻かどうか別としていろんな方法であり得ると。で私自身はちょっと非常に危惧しているのは、反国家分裂法というのを中国は国内法で胡錦涛の時代に作りました。これは反国家分裂法というのは、例えば台湾が独立したいって言ったら中国にとっては反国家分裂法になるんです。で台湾が独立したいっていうふうにわーわー言ったら武力侵攻してそれを収、まあ、めてもいいというのを勝手に作ったわけですが、台湾には今非常に工作員が大量に入っています。でその人たちは中国側の工作員として人民解放軍の人たちがいっぱい入っているとして、その人たちがあえて火をつけるわけです。台湾独立したい。で、わーっとひまわり学生運動の裏側のとんでもないバージョンとして、わーっと台湾がぐちゃぐちゃになったと。別にこれ示してるってことは、言い換えればやっぱりアメリカというのは一つのね、存在としてやっぱり中国はそれに従うのか習うのか知らんけど、それでまあちょっとへりくだった姿勢を見せてるわけじゃない。そこでだから
そんなにもう勝手をやる気はねっていうかもうあのそれこそ北朝鮮みたいにあの俺の勝手にやるんだと台湾もやるんだねあるいは南沙もやったけどそれから尖閣もやるんだってそういう強欲な面をねこれから出していくっていうのは彼らにとってその国際評価ってどんどん落ちるだけでしかないしさそれやるかね台湾については確信ですよね要するに絶対中国のものにするというのがミッションですよね尖閣だって革新的領土だって嘘ばっついてんじゃない、うん、もちろんそうです1000年前から、まあ、もちろんそうですけれども、うん、台湾は人が住んでるわけですよねでその上でこれは内戦というか内紛であってもともと中国のものだと中国側は言ってるわけですねそれは我々は認めて私は認めてないですけどいやみんな認めてる NASA だって国際法廷が違うよって言ってるのにさそういうご利用しをねこの集大成なんてまだ続けていくというその夫人はそういう意向なのそうですそれでこの、ね、宗教の軍隊というのは4月にあの米中会談した時に私が非常にこのことでも強調したのは中国側から行った人間というのは次の新しい夫人になる人たちであることとこの中で北朝鮮問題を処理できる人がいないということなんです、うん、ですから私は、うん、要するにアメリカに命乞いに行ったと要するに金正恩のミサイルや核兵器が自分の頭上に飛んでくるの嫌だと中南海そういうところで の,、まあ、あの命乞いに行ったということを言ったわけです今はだからやっとさなんかアメリカがやるんだったら中国は地上からやるその一緒に協力するみたいな話出て今から半年前までそんな話したらバカ言ってんじゃないよって逆に言われたよ本当にねまあそうですね、うん、だからじゃあ本当にねアメリカと協力体制でやるかって非常に微妙なところで、まあ、あのやっぱりバカし合いだと思うんですよ、うん、でアメリカは中国にやってもらいたいし中国はアメリカにやってもらいたいしロシアはあの戦争したらどうかしらと思ってるしだけどキム・ジョンウンのことはカードとして持ってたいしで習近平はキム・ハルソン要するにキム・ジョン・マサオの亡くなった息子を、うん、あの傀儡政権でつけたいしっていうようなもちろんそれはあのトランプさん側も一緒だと思うんですけどそれみんなそれぞれの思惑があるわけですよねそう思惑は勝手でいいのよそう例えばロシアだってもう自利品経済じゃないもう何の明るさもない国じゃんで中国だって表側ともかくとしてやっぱりまあ、 あの川添さんはそうじゃない結構あそこは強いんだって言うけどそれにしてもやっぱりで習近平はキム・ハルソン要するにキム・ジョン・マサオの亡くなった息子を、うん、あの傀儡政権でつけたいしっていうようなもちろんそれはあのトランプさん側も一緒だと思うんですけどそれみんなそれぞれの思惑があるわけですよねそう思惑は勝手でいいのよそう例えばロシアだってもう自利品経済じゃないもう何の明るさもない国じゃんで中国だって表側ともかくとしてやっぱりまああの川添さんはそうじゃない結構あそこは強いんだって言うけどそれにしてもやっぱりあのよほど難しい内政っていうかねその人民を抑えつけるっていう前提のもとでじゃないとあの強さって発揮できないんだからあのなんていうの逆もうだからむしろあの安倍政権なんか本当この機会を利用してねやれるものが大きいと思うんだけどもう全然でも力の差が激しいと思いますで、うん、そもそも習近平の新時代の、うん、新時代ということでね、うんまあ、習近平新時代の特色ある社会主義が船出するってことになってるわけですけど、まあ、習近平新時代っていうことをもう一つの言葉で言うと脱江沢民の時代、うん、で特色ある社会主義というのを違う言葉で言うと縁故資本主義体制です要するに共産党の、うん、ネポティズムってこと、はいうん、それであの要するにもう共産党の幹部たちで、まあ、いろんな経済といいますか利権を握っていくそれが彼らの社会主義ですよだからその体制でいうとお金と権力と情報は全部集中できるんですそれが強いんです要するに中国があのアンチモデルにしているのは日本ですから全てのものを平等にしようとしているだから日本の方がよっぽど社会主義になりそうな状況で、まあ、中国というのは特権階級はますます特権階級に行くというのが社会主義の特色ある社会主義なんですねで、まあ、あの、まあ、そういったところで言いますと、まあ、とにかくあのチャイナセムの7人を見るだけではなくて軍結局中国も実はあの言わなくても先軍政治なんです
北朝鮮の戦具選手、政治と仲良かったよ。ですからそういったところで言えば非常に台湾をどうするかということを考えている恐ろしい軍の布陣になっているということを、やっぱり見ていかなきゃいけないんではないかと。恐ろしいね。恐ろしいですよ。だから日本は一言ではないというふうに思っています。ということで以上後半のトークでした。やっぱりもう日本は平時ではなくて有事です ね、 ね、その台湾が危ないとかもうすでに南沙もあんな状態になって、はい、北朝鮮は、ミサイル飛ばす、ね、そのいう時によ今国会では野党とそれから与党